暑さで溶ける前に皆さんからいただいた質問に答えをできるかどうか分かりませんが、頑張りましょう。とりあえずローマに越してみてはいかがでしょうか。冗談はさておき、ローマには確かに素敵なものがたくさんありますけれど、3日4日間ぐらいがあれば十分に満喫できると思います。もちろんローマはバチカン市区だけではないということをよく覚えておいてください。実は私がよく使っているのは Airbnb という無料サービスなんですけれど、物件によりますが明らかにホテルと比べたら安いです。しかも冷たいホテルの接客より現地の人とのコミュニケーションを取るのはいいと思いませんか。必要なものが全部揃ってるし、おすすめのレストランなど聞けるし、旅の思い出を作るには最高です。確かに2日間しかない場合はテルミニ中央駅の近くに泊まった方が賢明ですが、もっとイタリアンライフを楽しめたい方なら中心地から慣れてみてはいかがでしょうか。ローマというと地下鉄さえがあればどこでも簡単に行けますので、ぜひぜひ勇気を持って探してみましょう。ちなみにちょうどこの間私のおすすめのエリアランキングを書いてみたんですけれど、よかったら概要欄のリンクをチェックしてください。私が大好きなのはカルボナーラとカチョエッティーレです。そしてお肉がちょっと苦手なんですけれど、コーダガラチナーラという伝統的な料理もありますので、ぜひぜひ興味のある方を試してみてください。そして日本にはないんですけれど、アーティチョクという不思議な野菜があります。健康的で美味しくておすすめします。はい、これはとてもいい質問です。まず中国人が経営しているお土産の店を絶対にダメです。どうしてかというと、もちろん差別の話ではないんですけれど、コロッセオのフィギュアとか変な T シャツを買ったとしても、あれは明らかにローマの土産ではないですから。逆にスーパーでパスタやお菓子を買ってみてはいかがでしょうか。友達もきっと喜ぶと思いますよ。お土産について、今度の動画に詳しく話したいと思いますので、お楽しみにしてください。はい、実はとても痛いところに疲れましたが、私はお酒が飲まないので夜遊びは基本的にしません。いい雰囲気があるところといえばトラステレ、カンポデフィオリのイホバの近く、そして、モンティチークもおすすめします。間違いなく完全に、ローマの素敵な夜景を楽しむことができます。残念ながら中心地ならどこに行っても高いなんですけれど、特にインド系のお店に絶対に上がないようにしましょう。場所によって変わりますけれど、スーパーの方が断然に安いですよ。トーディス、ドゥオディ、エッセディ、パノラーマ、エッセウンガというスーパーがありますので、散歩中に探してみてください。基本的に日本とあんまり変わらないんですけれど、海外のスーパーでの買い物はめちゃくちゃ楽しいですよ。お水の小さなボトルといえばだいたい40セントで十分ですから、皆さん2ユーロは明らかにおかしいですよ。ローマには噴水が多いし、しかもお水は非常に美味しいですよ。今度はどうぞ飲んでみてください。もちろんローマに来る前に平均価格を調べておいた方がおすすめします。ムンベオ .com というサイトがご存知でしょうか。世界中のレストラン、交通機関、マクドナルドのハンバーガーの価格まで詳しく書いてあるから、欠かさずに見ておきましょう。日帰り旅行といえば皆さんすでにご存知だと思いますが、チビタリバンニョレッジョという街が有名ですね。しかし私が特におすすめしたいのはティボリとビテルビョというローマから1時間ぐらい離れている素敵な街なんです。昔ながらの雰囲気が漂う街ですから、ぜひぜひ、もちろん今度は生き方について、詳しく話したいと思います。皆さん、ただいまご覧になっているのは正真正銘のローマのガイドです。この1年半動画でいろんな店やレストランなどを紹介させていただきました。もちろんまだ足りないと思ったらリクエストどしどし送ってくださいね。できるだけローマ旅行の役に立つ動画をたくさん撮りたいと思いますけれど、皆さんの力も必要です。ご支援のほどよろしくお願いいたします。はい、そろそろカメラが爆発しそうなんで今日はここまでになります。聞きたいことがあればお気軽にコメントをお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ちなみにインスタのページもありますよ。毎日イタリアから素敵な写真とストーリーをたくさん投稿しますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。最後に私とローマでお散歩しませんか。メールやコメントお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。ちなみに今日はどこにいるのでしょうか。過去のイタリア行きたいのエピソードに紹介した公園なんですけれど、探してみてください。